眠れるまで僕とお話ししていきませんか？皆さんこんばんは、梶原学人です。シリーズ化したこの眠れるまで僕とお話ししていきませんかなのですが、今回で第5回目となっております。まあ、いつものごとくなんですけども、この動画はですね、本当に、音声だけ皆さんに聞いていただいて、本当に画面はもう明かりが出ないような状態、もう床とかに伏せちゃって、またベッドの横とかに伏せちゃって、画面は見ずに音だけで聞いていただいて、リラックスした状態で、聞いてもらえればと思っております。皆様の睡眠の一助になっていただけたらと思って、僕もお話ししていきますので、ぜひとも、寝落ちできる準備をしながら、聞いてみてください。よろしくお願いします。それでは最後までお楽しみください。眠れるまで僕とお話ししていきませんか？思い出の曲を振り返ります。このコーナーでは、皆さんからいただいたメールをもとに、僕がダラダラとお話をしていくコーナーでございます。今回のテーマなんですけども、まあ、いつもテーマが違いまして、それぞれ、今まで第4回目までやってきたんですけども、どうも第5回目はテーマ思い出の曲となっております。こちらですね、皆さんの学生時代やまたは社会人になってからの、思い出の曲と、そしてそのエピソードをもとに、僕が好き勝手にお話をしていくというコーナーでございます。まあ、皆さんとね、思い出の曲を共有できたりするのは僕としてもすごく嬉しいので、何かしらで、ああ懐かしいなとか、あこの曲聴いてみたいなって、皆さんにも思ってもらえるような、曲をご紹介できたらと思っております。それでは早速お話ししていきましょう。お名前アムさんですね。アムさん、よろしくお願いします。ありがとうございます。学生時代の思い出の曲、学君こんにちは&こんばんは。こんばんは。私の学生時代の思い出の曲はグリーンの道です。懐かしいね。その頃まだグリーンがそこまで有名じゃなかったのですが、そうかな、まあ確かに出たての頃だったかもしれないですね。ファーストアルバムの頃かな。その時初めての彼氏がグリーン好きで、好きな歌手いるから CD 貸すよと言われてよく聴いていたのが道でした。おう。でも中学生で恥ずかしさの方が多く、2ヶ月で別れてしまったのですが、なんだか今でもグリーンの曲を聴くとちょっと思い出しちゃいますね。あ、そうですよね。学もよく言っていますが、学生時代の恋愛とかデートって大人になったら取り戻せないので、もっと楽しい人生歩みたかったなって後悔も思い起こされてしまいますと。そうですよね、わかる。でもグリーン懐かしいですね。まあ今でもグリーンの曲はたくさん聴きますけども、道がとにかく懐かしい。行くぜワンタイム、一人つらい時もっていうとこから始まる曲なんですけども、あの曲ね、僕もちょうど中学生ぐらいだった気がしますね。あれだよね、奇跡よりも前だよね確か。当時ルーキーズとかすごい流行ってて、でルーキーズの、ドラマ版の主題歌がグリーンの奇跡だったんですけど、そこからグリーンめっちゃブームになって、めちゃめちゃ、でもその前のあどうもはじめましてっていうアルバムがあるんですけど、それがグリーンのファーストアルバムだったと思うんですけど、それを当時確か僕版で買ってて、友達とかともめっちゃ聞いてた記憶がありますね。その時に入ってたのが確か道もそのアルバムに入ってて、確か1曲目とかじゃなかったかな、ちょっと調べてみよう。はじめましての次が久しぶりなんですよ。そう、お久しぶりです、あどうもお久しぶりですっていうアルバムで、はじめまして2007年だ。
やっぱそうだ、1曲目が道だ、2曲目デイバイデイ、3曲目愛歌。懐かしい、愛歌懐かしいな。はじけろでしょ、うわ懐かしい、このアルバム超聴いてたわ。そう、おじさんがこのグリーンのね、歯医者の歯医者さんだからグリーンって4人とも。それでその歯医者さんのなんていうの、このブーメランみたいな緑色のやつを持ってこう投げようとしてるみたいな。あ、歯科医大生か、歯医者さんじゃなかった。歯医者になるために勉強されてたのか、その時。そういうことか。今歯医者 やられてないんですかね、どうなんでしょう。でもすごいですよね、そういう勉強されながら音楽活動もしてって。だから顔出しも多分されてなかったと思うんですけど。わあ、愛歌のミュージックビデオ懐かしい。このなんか見えない透明の壁があって、男の子がガンガンやって叩いてるんですけど、女の子がすごい泣いてるっていう PV、 懐かしい、超懐かしい。2007年でしょ、僕は、中学1年生ですね。うわーすごいな、そう考えたらすごい月日が経ちましたね。何年前だ、2007年ってなると、2021でしょ今が、14年前か、すごいな。いや、やだね、恐ろしいね本当に。発言がおじさん、そうですね、確かに恐ろしいな。まあでもすごい、グリーン初っ端来たのはすごい素晴らしい、本当に懐かしい。でも今の子ってグリーンとか聞いてるんですかね。でもこの間紅白出てたもんね、だってあの顔出ししてると思ったら、まさかのあの CG のモデリングか、生身じゃないけど CG で出てきたみたいな感じでびっくりしましたけど。懐かしいね、すごいね、確かに。うわでもすごいわかります、その当時の2ヶ月で別れちゃった。そうか、そういう中学生だったらそういうこともあるよな。うん、でもすごいありがとうございます、素晴らしいエピソード。では続いていきたいと思います。なこさんですね、ありがとうございます。ガクト君こんばんは。こんばんは、私の学生時代の思い出の曲はバンプオブチキンのハッピーです。懐かしいねこれもまた、高校3年生の秋頃、友人関係でのちょっとしたトラブルと進路のことで悩んでいた際、私の悩みを察してくれた友人から勧められた曲です。わざわざ自宅から CD を持ってきて貸してくれた友人の優しさと、力強いけれど押し付けることは絶対にしないその歌詞に勇気づけられたことは、社会人になった今でも感謝しています。ちなみにその友人とはこの曲が縁で学生時代にお付き合いしていました。おお、もう別れてしまっているのですが、久しぶりに連絡でもしてみようかななんてこのメールを打っていて思いました。元気かな、いいですね。やっぱそうだよね、音楽とともにやっぱ思い出される思い出ってほんとたくさんありますよね。特にやっぱ恋愛とかってずっと心に残ってるものだから、なんかその当時は辛かったなとかって思うことでも、曲を聴くとああ良かったこともそういえばたくさんあったななんてこう思い出すきっかけにもなったりしますよね。バンプのハッピー懐かしいね。これなんだっけな、 PV が確かなんかライブに来た人たちかなんかでかわかんないけど、なんかハッピーのパネルを持ってみんなでこう出してた PV だった気がするんだよな。でみんななんか幸せそうに笑ってて、ああ懐かしい。ハッピーはめちゃくちゃいい歌詞ですよね。ちょっと待って、振り返ろう。バンプオブチキンハッピー、ああそうだ、健康な体があればいいっていうやつですね。大人になって願うこと、懐かしい。優しい言葉の雨に濡れて、傷は洗ったって傷のまま、懐かしいな、いい歌詞ですよね本当に。どうせいつか終わる旅を僕と一緒に歌おうって、なんてこった。これ最後ハッピーバースデーで終わってますけど、友達のハッピーバースデーに流したら最高ですよ。
一緒に歌おうぜって。なんていい曲だ、懐かしいね。これね、俺一番仲いい小学生からの友達がいるんですけど、そいつがめっちゃ聴いてた気がする。この曲バンプ好きで、まあ、俺も好きだったから一緒にいろんなバンプの曲とかカラオケで歌ってましたけど、そいつがすごい歌ってた気がするな。懐かしいね。多分これ今でも遊ぶんですけど、よくそいつに聞かしたら、うん、懐かしいって言うと思う。うわあ、この曲もよく聴いたな、ほんと。バンプ当時聴いてたアルバムなんだろう、俺。プレゼントとかめっちゃ聴いてたんですよね、俺。あのアルバムなんだっけな。ユグドラシルも聴いてた。懐かしい。うわあ。なんだっけ、あのアルバム。なんだっけ。ウィングデッドも聴いてたしな。あれ、山ちゃん知らないですか？あ、バンプ聞いてないんだ。そっか。さくらが聞いてたのか。あ、プレゼントフロムユーだ。懐かしい。これなんだ？ CD 版って今これ配信されてないのか、もしかして。Apple Music 探したけどないな。あ、そうかも。プレゼントフロムユーで確かこれ B 面の曲集めたアルバムですよね、だった気がするんだけど、違ったらごめんなさい。カップリング曲、そう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 。 B 面って言わないんだ今、カップリング曲って言うんだB 面古いんだ。いや、おじさん出るなこれ。でもそう、カップリング曲集だ。やっぱりこのアルバムすごい好きなんですよね。カップリング曲なのにめっちゃいい曲がいっぱいあって、うん、そうだそうだ。真っ赤な空を見ただろうかとか、めちゃくちゃ懐かしい。ガラスのブルースのバージョン違うやつとかね。で、プレゼントが一番最後の曲。この曲めっちゃいいんすよ。聴いてほしい、ほんと。うわ、バンプ懐かしい。というところで、僕の思い出もたくさん語ってしまいましたが、これはぜひともハッピーはね、たくさんみんなに聴いてほしい。知らない方がいたらぜひ聴いてみてください。では続いて、中村ピザさん、ありがとうございます。ガクト君こんにちは。こんばんは、こんにちは。私の学生時代の思い出の曲はフォールアウトボーイのザ・フェニックス、 The Phoenix ですかね。うわー、これ結構当時としては僕、これ高校のちょっと後ぐらいだよな確か。文化祭で演奏する曲を探している時にマニアックな曲演奏しますね。フォールアウトボーイ演奏する人なかなかすごい。いいですね。文化祭で演奏する曲を探してる時に出会い、一瞬で聴き惚れました。当時はバンド譜面がなかったのですが、絶対に演奏したいとメンバーを説得し、必死で譜面に起こしました。すごいな、頑張りましたね。当時は年末のお笑い番組の BGM でも使われているので、そうか、年末を迎えるたびに当時のことを思い出して胸がいっぱいになります。ガクト君も出会った瞬間に聴き惚れた曲はありますかと。いや、これがね、フォールアウトボーイはね、僕シンガポール時代にめちゃくちゃ聴いてて、僕バスで通学してたんですよね、シンガポールで。で、当時番号なんですよバスって。シンガポールのバスって、で僕が乗ってた バスの番号が30番と51番と143番、143、これに乗ってたんですけど、シンガポール行ってた人は分かるかな、分かる人ももしかしたらいるかもしれないけど、シンガポールから聞いてる人もいるのかな、もしかしたら。でそのバスに乗って、で通学の時間にとか、あと塾に行く途中のバスの中とかでめっちゃ聞いてた、フォールアウトボーイ。もう思い出されるもん。ベストアルバム聞いてたのかな、フォールアウトボーイの。このザ・フェニックスはそんなに聞いてなかったけど、でもこれは思い出深いですよ。ちょっと待ってね、今調べますね。皆さん聞いたことあるかな、フォールアウトボーイなんて。僕ライブ見たことあるんですよ。なんかワンオクと対バンライブみたいなのやってて、対バンっていうかワンオクのライブにフォールアウトボーイも出てた時があって、それは見に行ったな確か。あ、そうだ、 Believers Never Die っていうアルバムがあって、
Believers Never Die。 そう、これがめちゃくちゃいいんすよ。 Dead on Arrival から始まって、うわー懐かしい。このアルバムね、あの高3の時に、おうちのクラスでめっちゃ流行ってて、クラスで可愛い子がいて、その子がめっちゃ聴いてて、僕も聴こうと思って聴いた記憶ありますね。懐かしいな。ダンスダンスとかね、 Thanks from the memories とか、これな、なん、こういう字書くのかな、 Thanks from the memories って、なんかねすごい、あの省略されてんすよ、文字が。こういうもんなのかな。そう、ビートイットとかもねカバーしてるんですよ。これめっちゃかっこいいんですよ。あれマイケル・ジャクソンのめちゃくちゃかっこいい I don't care とか超好き。これのね当時超ハマってたのが What a catch down だったかな。すごいハマってた気がするんですよね。うわ懐かしいな。おう、そうそうなんですよ。これでもフォールアウトボーイってやっぱバンドサウンド、このと今は結構、バンドサウンドよりかはちょっとまた変わってきた部分もあるかもしれないですけど、当時すごいバンドサウンドで、やっぱ僕も演奏したくなったなって記憶ありますね。うん、聴き惚れた曲といえばやっぱこのフォールアウトボーイに関しては僕も一瞬で聴いて好きになったんで、しかも当時ねフォールアウトボーイとかもそうだけどサム41とかも聴いてたんだよな。こういうギターサウンド系のやつで言うと懐かしいね本当に。サム41もあれだな、シンガポール来てたからライブ行きましたね。うーんって感じですね。ぜひバンド好きな方は多分知ってると思いますけど、聞いたことがない方いたら Believers Never Die っていうアルバム聞いてみてください。おすすめですよ。続いてあんこさんですね、ありがとうございます。ガクト君こんばんは、私の学生時代の思い出の曲はバックナンバーさんの僕は君のことが好きだけど君は別に僕を好きじゃないみたいな。懐かしいねこれも。これね僕大学生の頃の曲だよ多分、という曲です。私が中学生の時片思いをしていて、わ若いな中学生か、私が中学生の時片思いをしていて、その時によく聞いていました。周りの人とか本人に好きバレしすぎてて、なるほど、すごく避けられていたので相手の男の子には本当に申し訳ないことをしたなって思っています。なるほどな、そういうのもあるよな。この曲を聴きながら切なくなったり共感したり、当時は片思いをしていて辛かったこともあったけど振り返ってみると楽しかった片思いでした。この恋は実らなかったけど今となってはとても大切な思い出ですと。いやーね、ほんとね、この曲もいいよね。ちょっと調べますね。この曲もめっちゃ好きだったな。なんかこれもカップリングだったんだよ、なんかの曲の。あ、違うわ、アルバム曲だわ。そうな、シャンデリアってアルバムに入ってる曲で。あ、この、そうか。そうだよね、バックナンバーって。それこそミスチルをずっとやられてた小林武さんっていう方いるんですけど、小畑さんと蔦谷さんがやられてたんだ。すごいね、そこ豪華だな、すごいね。プロデューサーの方なんですけど、2人ともめちゃくちゃすごい人たちなんですよ。でこの曲は、シャンデリアの4曲目に入ってますね。シャンデリアにはちなみに何が入ってるかというと、シスターとかヒロインとか、クリスマスソングとか、うわー手紙とかね、懐かしいね。うわ懐かしい、懐かしいってほど前でもないか、でも2015年だよな、俺大学生の頃だこれ。でこの方が中学生ってことは結構年離れてるのかも。でもすごいね、やっぱ幅広い世代に聞かれてたんだね。懐かしいね、この曲めっちゃ好きだったな俺。なんかねすごい歌詞はちょっと悲しいんですけど、曲としては、曲自体はねめっちゃアップテンポというか、なんか明るめの曲調音してて、すごいなんか爽やかで好きだったんだよな。悲しくなりすぎない曲というか、いや懐かしいな。これもね僕大学時代の、僕日芸だったんですけど、当時所沢校舎がまだあった頃で、所沢行くためにはね、あの
バスをこう乗っていかなきゃ15分、だってね、航空公園っていう駅から15分ぐらいバス乗んなきゃいけなかったんですよ。そんなとこ大学あると思いますよね。でそこで15分ぐらいバス乗っていくんですけど、そのバスの中ですごい聞いてた記憶がありますね。僕は君のことが好きだけど君は別に僕を好きじゃないみたい、この曲はバスの中で、これもバスで聞いてた、懐かしいね。いいね、本当にバックナンバーもよく聞いたな。花束が出た時衝撃だったよね、本当に。当時僕は高校生だったかな、中学生だったかな、忘れたけど、そのぐらいだったと思いますね。中学生か、僕ゲオで速攻借りに行った記憶ありますもん。なんかゲオね、あの他の方のアーティストの曲を借りようと思ってふらふら歩いてたら、ゲオのあのよくかかってる店内放送で花束かかってて、お何この曲めちゃくちゃいいと思って速攻借りた記憶がありますね。当時花束超ヒットしましたよね、山ちゃん。やっぱね、全員聞いてたって山ちゃんも言ってますけど、僕の世代はドンピシャリでしたよ、本当に。あ、そうだ、スーパースター懐かしい。いや、ほんとね、バックナンバーは当時超流行りましたから、花束ぐらいから。これが2011年か。これね、いや高校生じゃないですか、花束。え、あ、そうかも、山ちゃんは中学生だけど俺は高校生みたいな、ありえますね。そうかも、うん、それぐらいかもね。いやー、いいっすね、ありがとうございます。もうね、懐かしい気持ちをいろいろ思い起こさせてくれました、あんこさん、ありがとうございます。では続いていってみましょうか。スピさん、ありがとうございます。ガクスタッフさん、こんばんは。こんばんは。学生時代、今でも心に残っている曲は嵐のエブリシングです。懐かしいね、これも。高校生の頃嵐が好きで CD を集めていて、この曲は夏の暑い日にリリースされたことを今でも覚えています。当時、資格取得のために試験勉強ばかりのきつい日々に iPod に入れて、毎日通学中汗だくで自転車を漕ぎながら聴いていました。合格するかどうか不安な日々も、この曲の歌詞がずっと心を支えてくれていました。この長い坂を越えるとき、その先に何が見えたとしても後悔はしたくない。光灯し続け、明日を照らして。って、後悔ないように今頑張ろう。何があっても今つけた知識は今後役に立つはず。と、この曲とともに自分を鼓舞していました。社会人になって学生時代に取得した資格、特にパソコン関係や知識があったおかげで、職場で周りの人から頼られて喜んでもらえることも多く、いつの間にか IT〇〇、私の名字と、はい、〇〇は私の名字とあだ名がついちゃいました。すごいな、いいですね。でもやっぱりあの頃とこの曲とともに頑張って勉強していてよかったなと思います。いいね、曲とともにある思い出、素敵ですね。調べますね、これも。懐かしいね、ほんと嵐もめっちゃ聞いたな。あ、僕の見ている風景に入ってるのか。うわー、懐かしい。このアルバム超聴いたわ。マイガールとか入ってる。トラブルメーカーとか、モンスターとか。うわー、懐かしい。超懐かしい。ちょっと切っていいんで、ちょっとここ聞きますね。今ちょっとね、聞いてみたんですけど、改めて、エブリシングを。めちゃくちゃ懐かしかった。これね、au のコマーシャルだったらしいんですけど、当時これリスモかな、もしかしたら。でもね、これ CM で聞いてたからか、超ね、このサビの部分の赤から青に変わるシグナル、戻ることのできない旅のっていうところがもうね、もう懐かしい、超超覚えてるこれな。すごいね、リリースは2009年7月1日って書いてある。じゃあ中学生だ俺、まだこれ中学3年生。うわ、懐かしいね。嵐の27枚目のシングルだって。すごいね。で、その次がマイガールなんだ。で、その前が明日の記憶だ。明日の記憶懐かしい。これもね、なんの、これドラマだったよね、確かこれ。そうだ、クイズショーだ。うわ、懐かしい、これ。桜井さんの。クイズショー、
懐かしいな。これ超見てたもん。クイズショーって確かこれ、関ジャニの横山さんも出てませんでしたっけ。出てたよね。いやーそうだそうだ、覚えてるもん、すごい。やっぱそうだそうだ。へー、これも面白かったですよね、このドラマ。ちょっと怖かったけど。いやでも素晴らしい。もう嵐の思い出はね、もう本当たくさんありますからね。僕もね、嵐といえば本当に 5×10 をめっちゃ聴いてた記憶がある。あのベストアルバムだったんですけど、10年目のベストアルバムかな。うん、 5×10 ですごい、なんか桜酒とかも入ってたアルバムだったけど、そのアルバムすごい聴いてたな。トゥルースとかもね、懐かしいね、本当に。もう当時はカラオケで嵐はもう今でも定番だけど、もう俺らの世代としてはめちゃくちゃ超定番みたいな感じでみんな歌ってたからね。いやーいいね、本当に素晴らしい思い出を思い出させてもらいました。ありがとうございます。続いてリンさん、ありがとうございます。私の学生時代の思い出の曲はウーバーワールドさんの恋しくてです。うー、これも超聞いたわ。初めて好きになった男の子と偶然隣の席になった時、お互いの共通の好きなものがウーバーワールドでした。ちょうど恋しくてがリリースされていた頃で、授業中にこの曲のここが好きだとか、この曲好きならこれもだよねなんて楽しく話を弾ませていたな。中学卒業した後は連絡も取っていませんが、良き思い出ですと。懐かしいね、恋しくて、懐かしい。恋しくて君の名を呼んだってやつですよね。もう2008年なんだ。中学生ですね。2008年9月10日リリース。うわー懐かしいな。あ、儚くも永遠の悲しの前のシングルですよ。これの次が儚くもで、これの前が激動だって。うわ懐かしいね。やばいね、この辺のウーバー超聞いてた。うわーすげえ、この辺ねすごい聞いてた。あ、キャッチコピーは誰もが一人は忘れられない名前を持っている、きっと一生思い出してしまうのだろう、なんだって。うわそうだよな、君の名を呼んだってところで誰もが思い出すものは持ってるよな。すごいな、もうなんていいキャッチコピーだ。てかウーバーのライブって俺すごいなっていつも思うのが、なんか女祭り男祭りとかやってるじゃないですか。もうあれだけもう男女どっちもにこう支えられてるというか、やっぱあんだけの熱量を持ったファンの方たちがライブに集って、でまた拓哉さんのこの MC のねかっこよさったらないっすよね、マジで。あんな MC どうやったらできるんだと思うような、こう情熱的でアグレッシブですごいかっこいい MC いつもされてて、ほんといつもかっこいいなって思ってて、あと声がいい、歌がうまいんだ、演奏もかっこいいし、あのね音も好きなんですよね、ウーバーの曲の。なんかこう楽器それぞれがすごい立ってるというか、でもボーカルもそれに負けてない力強さ持ってるし、ドラムの音もベースの音もギターの音も全部好き。なんだろうね、あの良さ。いやそう、ウーバーねカラオケで歌えたらほんとヒーローなんですよ。僕はちょっと歌ってましたけどね、はどやって感じなんですけど、でも僕はねよく歌ってましたよ、ウーバーの曲は。恋しくてもそれこそ歌ってたし、あと何歌ってたかな、僕見よっかな。あ、クオリアね。クオリアも歌って、クオリアむずいっすよ、でも。超高いもん。あれ今でも俺歌えるか分かんないもん。シャムロック懐かしいね。歌ってたね。あれは定番だね。あー、ディーテクノライフとかね。懐かしい。三影石とかも歌ってた、俺。浮世クロッシングも歌ってたな、よく。懐かしいね、これ。みんなも多分好きな子多いんじゃないかな、ウーバー。女の子めっちゃ好きになるよね、ウーバー。当時、だって俺のクラスで超
みんな聞いてたもん、女子とかも、うん、流行ってた。いやー、もう世代を超えて愛されますね、ウーバーワールドは。素晴らしい、ありがとうございます。良き思い出をこれもまた思い出させてくれました。はい、というところでいかがだったでしょうか。皆様も思い出の曲ありましたかね。たくさんあったんじゃないかな。僕世代の人たちはもうハマるよね、こういう曲たちは。きっとたくさん、思い出深いものが掘り起こされたんじゃないかと思います。またね、聞いたことがなかった方はぜひともこれを機に本当に聞いてほしい、聞いてみてください。本当にね、いい曲たくさんあるんで、よろしくお願いいたします。というところで、たくさんのメールありがとうございました。以上、思い出の曲を振り返りますのコーナーでした。眠れるまで僕とお話ししていきませんか。早くもお別れのお時間となってきました、皆様いかがだったでしょうか。もう寝てる方もいるのかな、うとうとしてる方もいるんじゃないでしょうか。ぜひとも、このままね、あの画面は触らずにもう消える設定になってればいいんですけど、自然と動画が終わったらもう携帯も電源が切れて、そのまま眠れるという状況になってればいいなと思います。またこのラジオはですね、今後も続けていきたいと思っていますので、話してほしいテーマや、企画などのリクエストももし皆様あればたくさん送ってみてください。本当にね、今回もたくさんのメール、本当に200通以上来てたらしいですよ。すごかったです。本当にたくさん、本当に今回もありがとうございました。というわけで、それではこの番組のお相手は梶原学徒でした。皆様ぐっすり休んで、明日も良い一日をお過ごしください。 Good night. Bye.